みなさん、こんにちは。今日は2024年8月30日金曜日です。今日のテーマは中国の映画産業大変です。中国の映画興行収入半分減っています。そして中国では八ヶ月で8ヶ月間で16回ですね。 献血した若者が亡くなったんですよ。そして多くの高校生ですね、騙されて献血に行って、まだ亡くなる人が出ています。そして小介析のひ孫さんの小有生さん、統一を支持ですと発言しました。台湾の大統領、雷さんに対して、 お前は少庁だよ、省です。中国の省庁です。台湾の大統領ではありません。と発言しました。情報が多いので、少しずつ話をしたいと思います。1、カンボジアにあるリアム海軍基地について情報がありました。カンボジアのメディアが報道しました。今年の9月末、 リアム海軍基地の工事は完了です。また基地以外に民間用の港の工事も完了して、それは中国が建設しました。港には空母1隻、軍艦2隻停泊可能です。現在、中国の軍艦はそこにずっと停泊している状況です。 中国の労働者は24時間体制で工事をしています。中国の企業が工事をしていますから、その地域は閉鎖となっています。カンボジアの一般人は立ち入り禁止です。これについてカンボジアの専門家が発信しました。中国とカンボジア政府契約しているんですよ。中国の海軍は その基地を使います。その基地は南シナ海からとても近いです。中国は南シナ海のコントロールを強化しています。そこに滞在、滞在すれば米軍の監視を止めることはできますので。また中国軍はマラッカ海峡での活動も可能です。現在、東南アジア、中国はま中国軍はマラッカ海峡での活動も可能です。現在、東南アジア、国は 警戒していますという情報がありました。ついでに、アメリカにある中国共産党の戦略的競争に関するアメリカ会員特別委員会がありまして、8月28日、調査した結果を公表して、同時に主務部に調査してほしいと要請しました。アメリカの会社、アンズ・ ロボティ,ティクスという会社ですね。また、香港にあるコジットテククという会社を調査しましょう。この2つの会社は、実はですね、d j i 中国の d j i が作ったドローン、会社なんですよ。d j i ドローンですね。まだ証拠もありますので提出しました。d j i のドローンですね、ドローン。本体を青色にしたんですよ。アメリカで 販売しています。でもロゴは違います。使っているアプリは d j i と同じなんです。そしてこのアンズという会社のドローンはマレーシア製です。でもこれはですね、実は d j i の作戦なんです。2021年、アメリカでは d j i という会社のことを中国軍の関連機構として登録しました。アメリカの政府機構としては DJI という会社のものを購入してはいけません。まだ DJI という会社はアメリカ人、またアメリカの企業と付き合ってはいけません。当然、アメリカの商品を購入してはいけません。というふうに決められました。現在、アメリカの公開では話がありまして、DJI の商品ですね、アメリカ全土で販売禁止にしようかという討論はされています。 DJI ですね。この会社は、私はですね、結構素晴らしいとは思いました。なかなかですね、こういう会社は珍しいんですよ。昔はですね、この会社ですね、ソニーのレンズとかですね、日本製のものをたくさん使ったんですよ。見た目は中国の会社です。中身見たらですね、全部日本の部品なんです。この会社ですね、センサーもそうですし、もの素晴らしいと、すごい素晴らしいと私は思ったんです。 でもですね、ウクフラナ戦争でもの全然ダメですね。この会社ですね、クザなんですよ。ウクフラナにですね、中国政府はウクフラナに対してサブトンとか布団とかテントとかですね、えー、寄付しました。お金は寄付しなかったんですよ、うん。大事なものも寄付しなかったんです。防弾チョキとかも寄付しなかったんですね。でも日本は防弾チョキとかヘルメットですね、寄付しましたが、 中国はですね、えー、そういうしょうもないものをばっかり寄付しました。ただしですね、かなり大数 d j i ドローンを寄付したんですよ。そこはですね、当時、戦争初期はウクウライナ軍ですね、やはり分かりませんので、d j i のドローンを使って中国で偵察しました。実はですね、d j i のドローンには機能がありまして、この位置から飛ばしました。座標ですね、勝手に記録するんですよ。なので、 ボタン1つでドローンが返ってくるっていう機能がついていてですね。しかし、中国の DJI という会社ですね、その置を記録したんですよ。ロシアの軍の方に、えー、送信しました。押してたんですね。なので、ウクライナの副首相ですね、言っていました。おかしいですよ。ウクライナ軍ですね、DJI のドローンを飛ばしました。でもですね、しばらくしたらロシア側からミサイルが飛んでくるんです。 っていう話があったんです。DJI という会社ですね。最低なんですよ。次です。3イギリス政府は発表しました。保守党側が提出した高等教育機構での言論の自由を保護するための計画について棚上げにすると。原因としては、一部の大学は中国との関係を心配していますので、これについて説明します。 去年、イリスの公開では、高等教育機構での言論の自由を保護する、しようという法案を作ると決めたんです。実は作ったんです。目的ですね、イリスの大学は、特に研究機構ですね、中国政府に支援とされていますので、法案の内容はですね、主に4つありますして、言論の自由を守りましょう。自由な発言できましょう。できます。 そして先生にしても学生さんにしても自由に発言できることです。原因がありまして、イギリスの大学はですね、中国との関係をとても大事にしています。やはり他国さんのお金、寄付してくれますので、大学の教師にしても学生さんにしても中国政府のことを批判すると、大学側に怒られます。また、中国の政治、 経済について批判してはいけませんというふうに学校が決めたんですよ。おかしいですね。また次の法案としては2、7万5000ポンド外国の寄付を受けるときに、イギリスの国果に報告しましょうというルールを作ったんです。これも原因がありまして、中国政府ですね、中国の国営企業、ウェイもそうですし、イギリスの大学に寄付します。 またそこに講師学院作ったんですよ。そこでですね、家賃とかやはり払うんですよ。中国側はですね、莫大なお金を払うんです。そうすると、寄付を受ける側はどうしても立場が弱くなってしまうんです。つまり、中国政府に牽制されます。そうすると、自由に発言はできなくなってしまいます。次は3、この法案では講師学院 中国政府の機構、中国留学生基金委員会、イギリスでの運営を禁止にしましょうという案も作ったんです。これもですね、中国のルールですが、国としてですね、素晴らしい人材、エリートを選んで先進国に派遣するんですよ。費用は中国政府が持ちます。留学して、勉強して、 簡単に言えばですね、技術とかですね、大事なものを望んでもらって帰ってきてもらうんですよ。この費用は当然ですね、中国政府が、えー、負担します。その機構とは中国留学生基金委員会です。この委員会ですね、椅子での運営を禁止にしましょうという案がありました。次は4、独裁国家にあるイギリス学校の姉妹校とか文校とか を閉鎖にしましまょう、うという案もあるんですよ。これですね、結構難しいですね。現在、イギリスの大学ですね、中国の国内には6個の文庫ありまして、大学7個ですね、香港の大学と使っているんですよ。そしてですね、中国は経済が良かった時ですね、結構イギリスの高校とか大学ですね、私立ですね、中国に学校を作ったんですよ。 結構ですね、イギリスはそういう文化ありますので、世界の名古屋ですね、やはりイギリスというイメージがあるんですけれども、実はですね、そこまですごくもないんですね。ただしですね、この法案というのは実に作ったんです。本来ですね、今月から実施します。ただし、今月初め、イギリス教育大臣はこの法案をですね、否決にしました。 またこれからこの法案を廃止にしようと考えているんです。やはりですね、これはどうでしょうかと思いますが、中国ではですね、労働党、イギリスの労働党ですね、イギリスにある共産党ですと言っているんですね、やはり社会民主主義をしています、というのがあります。というのが中国側の世論です。なので、実は同じですね、中国政府と。次です、4 三聖書には事件がありました。こちらがですね、総林生物、えー、献血センターですね。200元出しますから、約4000円ですね。200元出しますので、学生さんに献血してもらいたいですね。それで学生さんは、えー、亡くなってしまいました。200元とはですね、献血代ではなくて、就学補助金だと言います。 ある高校生ですね、2ヶ月半で4回も献血しました。1回は 400ml です。ここですね、この会社というのはですね、広東省の生物製薬会社が運営しています、えー。ただしですね、見た目は献血センターです。血液を使って製品を使っています、作っています。特にウイグル地域にも子会社があるんですよ。 奥深いですね。また全国ですね、同じこの会社が作った献血センターは19校もあるんです。そしてこの会社ですね、学校の中に入って壁とかですね、貼るんですよ。トイレのドアにも貼るんですね。学生さんを支援する、学生の夢の実現を支援したいんですよ。本献血センターは支援金を用意しました。2024年、 6月15日から8月31日まで4回もしくは4回以上献血をしてくれた方、学生さんに8月31日以降、学生証明書を持って200件を受け取ることが可能ですよ。これについて補足ありまして、自分の SNS への投稿を推奨するお友達紹介してくれたらポイント 景品と交換可能です。連続5日間、SNS へ投稿してくれたら、えー、まだ景品あるんですよっていうのがありますね。最低ですね、えー。このチラシですね、広告作って、学校側としてはノーコメントです。多くの高校生ですね、15、日間以内ですね、2回献血して、1回は 400ml なんです。現在ですね、情報によりますと、1名の 高校生が家で原因不明で亡くなったんです。また、大学生さんですね、19歳1名、家で亡くなったんですよ。彼は8ヶ月以内で献血ですね、16回もしたんですよ。平均12、日間以内、1回献血したという、えーまあ、スピードといいますがスパンでしたね。この話ですね、実は社会でものすごい技となっていますので、 この献血センターの説明としては、我々はやはり合法的な機構であって、18歳とはもう成人でしょ自己責任ですよねというふうに説明しました。おかしいですね。先進国では考えられないでしょう。でもそれがですね、中国なんですよ。 実はですね、私はミャンマーの話について、特別の動画ですね、作ろうとは思いましたけれども、でもですね、話を聞くと、まあ、私がですね、知っている情報でしたらですね、結構なかなか言いにくいのがありまして、なので、まあ、今回ですね、献血っていう話がありましたので、話をしますね。で、あの、聞いた話なんですが、中国の医者ですね、やはり中国の病院ですね、全然良くないですよ。 給料が不安定で、なかなかボナスもない病院が多いんです。これで、お医者さんですね、あの政府の機構に派遣されました。マーの方にいたんですよ。そこで、えー、人間のお腹にあるものですね、えー、出しますというのがあります。これについてですね、実は韓国側に情報がありまして、普通ですね、例えば韓国ではドナーを探すのであれば、 大体ですね、もう2年とか3年とかかかってしまうんですよ。なかなか厳しくて。でも中国にですね、依存依頼すれば、早かったらですね、1週間、2週間でいいんですよ、うん。遅ければですね、3ヶ月ぐらいでいいんです。という情報がありますね。そしてですね、あのこの間私が聞いた話ですが、実はですね、その人がミャンマーから逃げたんですよ。 中国のお医者さんですね。という話を聞くとですね、あの、ドナですね、やはりお腹にある部品をですね、出しますので、出すにはですね、やはり麻酔してはいけないんですよ。なので、私はですね、やはり疑問に思ったんですよね。麻酔してはいけないし、人間で痛いですね、やはり動く人じゃないですか、おかしいですよね、そんなにできないでしょう。というふうに私が思ったんですよ。 で、質問、主婦でいくとですね、実はですね、あの、簡単に言えばですね、あの、献血してもらうんですよ。献血っていうのはですね、まあ、血を抜くというのは同じなんですね。実は、本人の了承を得ずに、まあ、献血してもらうというふうに表現したんですよ。やはり、こういうことですね、ま真面目に言いましたらですね、多分、逮捕されてしまうんですよ。なので、遠回しで話をしてくれました。あの、 本のやはりですね、タコさん、献血するとあの、意識ですね、なくなるんですよ、実は。でも、朦朧となってしまうんですよ。麻、ま、酔、あ、ではないんですが、でも、寝るような感じですね。そこで、あのまあ、取るという話がありましたね。まあ、ここまでしか言えないですね。結構ですね、あの話を聞くと、びっくる、ええー、というような話ばかりでしたね。まだですね、少しずつ、こういう話題がありましたら、 また話をしたいと思います。中国政府ですね、最低ですよ。中国政府も悪いし、中国の固有政府機構も最低ですね。次です。5。中国政府はよく自慢してきました。映画のスクリーン、地区では世界一番多いんです。先進国では映画産業ものすごい発達しています。そして中国も負けません。っていう勢いでやったんですよ。 景気が良かった時に、中国の不動産企業ですね。ほとんどという表現はおかしいかもしれませんが、アメリカの映画産業ですね。買収する活動があったんですよ。例えば、概念のワインダーグループですね。20億ドル足して、アメリカの映画作成企業を買収したりもあったんですね。一時的ですね、中国では外国の映画企業、えー、買収することが流行っていました。 そして今年ですね、えー、毎年の夏のシーズン、映画産業というのはとても反映していました。学校の夏休みもあるし、夏シーズンとは中国では6月から8月までです。2023年には206億円、約4300億円と過去最高を記録しました。やはりコロナ終わりで、 私も当時動画で話をしました。映画チケット値段下げたし、そして多くの人々ですね、やはり外出やっとできたし、コロナ後ですね、初めての夏休みですし、非常にですね、映画市場は反映していました。ただしですね、今年は全然ダメです。今年8月23日時点では107億円しかありません。約2200億円です。 どうして、そのに夏休み大事かと言いますと、夏休みの売上ですね。1年間の売上の約50%ほどを占めていて、とても大事なんです。そして、2019年の夏休みは176億円でした。約3700億円でした。なので、結論を言いますと、全然回復はしていませんし、逆にどんどん悪化しています。 そして今年の夏シーズンの営業収益ですね。去年同期比約52%減少しました。約半分減っています。今年の映画産業については2014年と同じ状況なんです。というのがあります。やはり今年がですね、景気が悪くて40元約1000円ですね。 80元、2000円のチケットは高いんです。40元ですね。大体、まあ普通の映画ですね。80元でしたら、まあ大体ですね、3D とかなってくるので、この、ね、映画のチケットですね、やはり高いという話が出ています。ただしですね、私から見て、まだ違うでしょうというふうに思いますが、今までの経験で言いますとですね、先進国もそうですし、経済が下落してきました。景気が良くありません。 でも映画産業ですね、逆に反映するっていう傾向なんですよ。原因はですね、みんな遠出をやめますので映画見るんですよ。もちろん観光もやめますし映画ですね、実に安いんです。予測ですが、これから映画チケットですね、ものすごい安くしなければいけないと思います。また中国には良い映画がないっていうのも原因一つでしょう。 というふうに思います。やはり、愛国映画ですね、多いですから、全然見たくないですね。またですね、コミュニティっていう映画があります、まあ。コミュニティ系ですね、えー、見てですね、楽しむっていう映画が非常に人気あるんですよ。これもですね、一つの、まあ、消費市場の変化ですが、経済が良くなるので、やはり生活とかですね、レベルがどんどん下がってきましたし、物価が高いし、 お野菜ですね。お肉も高いし、みんな痛い,いんですよ。ここで楽しい映画を見てリラックスできるっていうふうな、まあ、傾向なんです。これが今の中国の状況です。次です。5. 中国では新学期がもうすぐ始まります。英語の教材ですね。ネットではやはり話題となりました。 今までですね、中国の中学校の英語ですね。えー、Junior English for China とかですね。英語っていうのは、ユングリッシュですね。しかし、今年はですね、英語の初めてのバージョン出てきました。英語の下には、ユウウン、ウウウユウ、ユですね。ウユウウンユウ書いてますね。びっくりしました。これがですね、中国語のピンですね。中国語漢字の発音で書かれてあります。英語、ユウンユウ書いてあります。 なので、中国ではえ、まあ、そういうジョグありますけれども、あの、関与スピーカーユンユンというのがありますね。つまり、関与スピーカーユンリッシュではなくて、関与スピーカーユンユンというのがありますね。なので、中国ではですね、やはり、反西洋え、反アメリカというのが、これでわかると思います。やはり、英語ですね、そこまで大事ではないというのが、中国政府の考えです。またですね、中国では、道徳と、 法律の授業ありまして、習近平思想、愛国教育、国家安全を許可しました。当然、共産党の歴史、社会主義の良さを教えていくんですよ。つまりですね、習近平の考え方ですね。子供さんの頭に入れるという意味ですね。まだ今回の新教材には中国とインドの戦争、中国とベトナムの戦争を入れました。 という内容でした。次です。6。カナダのケベック州ではですね、中国人子供さんの拉致事件がありました。これがですね、中国のネットではものすごい話題となっていました。要容疑者ですね、この人は一般人ではありません。元北京市人民代表でした。現在彼女をですね、カナダ警察に逮捕されました。要容疑者は友人と二人で、 5歳の子供さん、中国系の子供さんですね。ナチしました。当然ですね、子供さんの家族は通報しましたので、国際空港、飛行機搭乗する前ですね、止められました。良かったんですよ。現在ですね、子供さんは無事に家に帰りました。でも、このヨウ容疑者は逮捕されました。これについて、カナダではですね、やはり情報をなかなか公開しませんので、私が言います。 中国では情報ありました。要ウ容疑者ですね、自分の孫を連れて帰るところでした。でも、孫のことですね、えー、親に内緒しました。自分の、えー、その孫のですね、お父さん、お母さん側に内緒しました。また、航空会社は子供さんにチケットを発行しました。要ウ容疑者ですね、保護者かどうか、そういう確認はなかったんです。といった情報でした。これですね、おかしいんですよね。 俺はあるではないかと私は思うんですが、ただし、中国の噂ではですね、えー、このようヨウ者ですね、子供さんですね、体に在住していて、向こうにいたんですよ。でも喧嘩をしてですね、自分の孫を連れて帰ろうというのがありました。やはりですね、中国人の考えは難しいんですよね。先進国ではですね、これはとんでもないと思うんですけれども、中国ではですね、こういう人が多いんです。月です。 韓国側の情報です。韓国の国防省にある内部の検察庁ですね。8月26日、情報機構に勤めていた方、いる方ですね。A さんを提訴しました。起訴しました。A さんは中国の工作員に軍事情報を提供しました。A さんは今年49歳です。韓国の情報機構でチームリーダーです。2017年、彼は中国に買収されました。 韓国軍の機密情報を撮影したり、収集したり、中国の工作員に提供しました。韓国軍の連絡体制、作戦計画などです。1.6億ウォンを受け取りました。約12万アメリカドルです。A さんは要求しました。もっとたくさんお金くれたら、もっと大事な情報を提供するよ。という話がありました。次です。8 大麻のユーチューバーさんですね、ポッター・キングさん、えー、こういう情報ですね提供してくれました。中国政府から要請があったんですよ。実は6月からあったんです。大麻のですねユーチューバーを接待しますよ。中国のウイグルに来てほしいんです。中国のウイグルの美しさ、ウイグルの地域の良さを宣伝してもらうんですよ。当然お金はくれます。そして自分だけではなく、 タイマの全員招待状をもらいました最近ですね、ウイグルに行くタイマのユーチューバーが多いんです。気をつけましょうと。とポッター・ーキングさんが言いました。中国政府ですね、ウイグルの人権問題を隠したいです。ウイグル地域はかなり厳しく管理されていて、政府の許可がなければ入ることはできません。なので、現在ですね、YouTube にある ウイグルに関する宣伝の動画ですね、全部中国政府の代理人がやっていますよ、と台湾のポッター・キンフさんが発言しました。この話ですね、ものすごい価値あると思うんですよ。中国政府ですね、結構、例えばですね、日本人の一部の方ですね、接待して、これはですね、中国の大使館、領事館ですね、現地でそういうお茶の見会ですね、 開催しますので日本の方ですね、接待するんですよ。場所はウイグルですね。ウイグル地域に来てもらって、接待します。観光してですね、中国、ウイグルの良さを宣伝してもらうんです。実はですね、これは全部中国政府の作戦です。まだ、小介石の息子さんの孫さん、小雄生さん、35歳です。成人ですね、子供さんではありません。この方ですね、 中国のネーハを訪問しました。小介石のふるさとですね、ネーハの効果にあるんですよ。そこにいたんです。彼はですね、カメラの前で、堂々と大きな声で叫んでいました。台湾の大統領ですね、来世得よ、お前は省庁だよ、大統領ではないというのがありましたね。えー、つまりですね、省庁です。中国の台湾省の省ですね、省庁です。 でもですね、中国では、インターネットではですね、ガンマレート。これはですね、でもちょっと言い過ぎですね。台湾は中国の首相ではないんです。クエンですね。クエンです。つまりですね、中国ではもう全然別に大事ではないよっていう話ですね。彼のこと。そして、シオ・ケイさんの孫さんですね。シオ・解析の息子さんさんですね。シさんの孫さん実はですね、彼はですね、カナダ生まれて、 アメリカのサンフランシスコで15歳まで生活していました。15歳となって台湾に帰ってきました。所有生産のお母さんですね。1000万台湾ドルを投資して、これで閣僚となったんですよ。そうすると彼は台湾の軍に参加しなくてもいいんです。2013年、台北にあるアメリカ人学校に対して、同活メールを送付しました。なので、翔さんですね。 中役6ヶ月あったんですよ最近ですね、台湾系のユーチューバーと連携して、中国で観光、遊びをしていてですね。現在ですね、中国では、両岸、異格っていうのがあります。つまりですね、我々は同じ家族ですよっていうのがあります。というイベントですね、テレビあるんですよ。所有さんはですね、また話をしました。中国は アメリカよりずっといいんですよ。綺麗で安全で安心です。アメリカに行く人、私は理解できません。言っても外国人ですよ。大陸に来たら戦争は同じです。台湾と大陸は一つです。というふうに発言しました。これについてですね、私も思いましたが、台湾にはですね、やはり国家の安全のリスクがあると思います。これはですね、統計の仕方にもよりますが、 これはですね、あくまでも噂です。えー、台湾にはですね、25%の台湾人ですね、やはり両国の統一、えー、支持してるんですよ。あるいは、両国の統一に対して、えー、支持はしない、あるいは否定はしないっていう態度ですね。なので、台湾ではですね、こういう人は本当にいるんです。そして、こういう発言ですね、受けて別に批判しない人も多いんです。いるんです。そしてですね、これは最後ですが、 この写真ですね。実は、ホンダの自動車工場です。解散のパーティーなんですよ。お菓子とジュース置いてあります。そこで、お別れ会なんですね。そして、この間動画でも話しましたが、中国にある、まあ、講師ですね。ホンダ自動車工場ですね。やはり解散なんです。そして N、N プラス2というふうに合意されました。例えばですね、N とは、従業員さんですね。従業員さんは、労働者。 12ヶ月間の平均月収かける勤務年数プラス2ヶ月間の平均給料っていうのが N プラス2なんです。そしてですね、あくまで、まあ、本音ですね。あの、大体ですね、あまり大きい声で言えませんけれども、韓国とかですね、台湾系の会社は社長さんですね、結構夜逃げ多いんですよ。連休ありました。会社にいたら設備もなくなったし、社長もいないし。 っていうのが結構あったんですよ。でもですね、日本系は一つもないんです。そもそもですね、日本の会社は、まあ解散するときですね、中国の場合はですね、大体講義で終わってしまうんですよ。例えば、給料未払い、半年間、3ヶ月間未払いが多くて、中国ですね、大体講義で終わってしまうんですよ。でも日本の場合はですね、大体飲み会でこういうお別れ会ですね、ありで、静かにお,お,お別れましょう。 今までありがとうねというのがありますね。そしてですね、ホンダの場合は、リストラーではなくて、募集していたんですよ。そして、1000人募集していたんですが、約2000人ぐらいですね、応募したんです。という話がありました。実はですね、やはり補助金なんですよね、補助金なんです。例えば、キャノンとかですね、日本のソニーとかですね、に勤めていた方ですね、大体リストラーされました。まあ、解散ですので、そういう風になったんですけれども、 大体ですね、年収の5倍とか6倍ですね、普通にもらいました。っていうのがありません。なので、みんなですね、会社に対してそういう不満とかですね、一切ありません。逆にですね、あの、良かったと、この会社に勤めて良かったと、みんな思っています。そして、周りから見てですね、みんな羨ましいと言うんですよ。中国の国益によるよりもいいんですよ。これで中国政府が結構批判しました。日本の会社に対して、 えー、そういう悪意のある施策、補助金だと否定していました。でもですね、クかカナ先生たちはですね、中国政府の会社、中国の政府の企業ですらできていないんですよ。でも日本の会社はやはりできているというのがあります。またですね、中国の経済、社会についてもまた動画で話をしたいと思います。ものすごい変化ありますので。 そしてこの動画はここまでしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。